どうもエルザです。それではレムナントやっていきたいと思います。さあやってきたね。いやー大変だったよ。とりあえず、まあ、武器はね、新しいのまだないんで、進んでいく感じかな、とりあえず。で、あっち側、お墓も気になるんだけど、こっち側は？はい。どっちが正解かは。まあ、アイテムがあっただけか、結局。ん？お、すごい！スナイパーライフル。マジで？スナイパーライフル出てくんの？ちなみにつけれるのは？ああ、両方つけれると。あれ？スナイパーとは言うけど、あ、しかも結構動くね。いや、ほんとちょっと、あれだね。ライフル的な感じだね。ハンティングライフルと似たような動きだね。ただ、150ダメージが。こっちのハンティングは55と。マガジンがあれか。ちょっと様子見て。あ、でもちょっとスナイパー使ってみようかな。攻撃力強化した方がいいかな。せっかくだし。悩みどこだね。やっぱ細かく探すの大事だね。こういうゲームはね。いや、スコープで覗けると思ったら全然覗けないのよ。なんかあるんかな。あーで、しかもまたすぐ、扉か。なんか嫌だなー。まあでも進むしかないからね。さあ、すぐチェックポイント来たね。ただ、マップ的には、新マップか。とりあえず一回触れとこっかね。あーどうかなー。あ、でもどっちみち鉄がないから強化できないよね、スナイパーライフル。パーティープレイだったらありだなマジか。めっちゃ撃ってくるじゃん。おーおーおお。一発強いけど。バレた瞬間考えもんだな。あー、おとりよりサーチ系つけて、居場所特定するのが一番。いいね。いや、むず。スコープなし。あれ、飾りだな、スコープ。かも上いたね。みんなそこ行くね。隙
きね。危なかったわ。ああ下降りれると、うーんで、難しいな。それのぐらいの精度だったらちょっとこっち試してみるか。さてこれ降りると、ああ横に穴があったわけか。でこれはなし。ああこんなものかな。で次左、あーいるね。あーあそこでも狙えるんだ。あこれどっちもいける感じだね。あーなんかディビジョン思い出すな、これは。うい、回復。まあでもそうだな、どっちもどっちだね。マジで。ここでちょっと確認。スコープの覗き見は？いや、射撃モードの切り替えって今あったんだけど。まさかね。あーではないよね。覗けないかと思ったんだよね今。ちゃちゃちゃ、それは使ったらダメ。あら射撃モードどうやって変えんの。で、OK と。まあちょっと調べますかね、射撃モードに関しては。
あら？また地下がちょっとジャンクタウンっぽいですね。おお、チェックポイント空関。あ、これするとまあいいか、復活するけど。近づくと気がするよ。どういうこと？罠があるってこと？あ、ちょっと話聞きましょう。気がするよ。近づくとか、ってなった時にこっちだね。そこにいるのは誰だい？はいはい。怪我したくなかったら近づくんじゃないよ。よそ。くそ。ほう、大丈夫？いや、大丈夫だ。この地獄のような場所での暮らしで。変になったか。最後に何かさせてくれ。ほら、この鍵持っていきな。あんたはいいやつだよ。足元に気をつけな。罠だらけ。さあ、ハンターの鍵。嫌な予感がするんで、クイックにつけておこう。嫌だな、罠が多いな、ちょっと嫌だな。これか。はあ、確かに罠は多いね。敵も多いしね。ちょっとこっちに帰るか。チーナがいたな。よし。危なかったわ。マジでギリ捕まえたけどね。あー、やっぱ汚染正気だね。そう、この特殊ダメージ系はこっちも使えるようになりたいよね、できれば。包帯。包帯が出るか。出血系出るかな。これもちょっとうまく使いたいけど。なんかに見たことあるマップだな、この辺り。いや、ちょっと無駄遣いしたな。まさか跳ね返ってくると思わなかった。
いるな。赤犬いるな。どっか行ったな。にゃー無理爆発は無理だね。来るかな。どう？来そうで赤いの来ないね。よし、オッケー。いや、絶対それだけじゃないと思うのよね。よし、終わったわ。お、オッケー。さあ、一旦回復しておいて。はあ。セーフハウスに入るって書いてあるけど、その肝心のセーフハウスがね、まだ先か。逆に来ないの嫌だな。早く早くして。おお、しかもどっから来たよ。よし、うーわー、出てきたなー。飲むしかないな。あれ、正気だったのか、あの赤いやつは。よし、なんか溜まったら一撃死っぽいよね、正気はね。OK。
ケーかな。よし。卵落ちればそれなりには。よし、オッケーで。しまった。まだいる。終わってないよ。よし。飲んどくか、念のため。あ、出てくるな、ワンサク。おお。忘れてた存在。お、あるちゃんアイテム。知恵の書かな。あそこに一つだね。見つかったか。なんで見つかったんだろうね、今のね。全然当たらん。よし、弾薬箱ゲット。左から来そうなんだよな。よし、これで OK。 で、早く早くして。どう来る？こいつは分からんの、相変わらず。とりあえず食っておこう。これで。お、チェックポイントあるね。そろそろやで。よし。回収して。また2500ぐらい溜まってるね。スクラップが。やば。さあ、チェックポイント。あー、つえ。でもさ、これさ、
取ったのいいけど、いるよね、やっぱね。ハンターの鍵を使うと、邪魔回復したら下で大変なことになったの。いやでも雑魚的なあのリスポーンっていうかチェックポイントとの距離感の近さよね。あー危ねえ。さっきの罠で最後かな。ハンティングピストル、武器が出たか。ハンティングピースちょっと見てみようかね。の前にちょっとアイテムだけ回収して、うん、これだけか。ハンティングピストル126、マガジン1。力は高いけど、やっぱそうだね、あのロングの方がある程度いい武器が来るまではあまり使う理由がないね。逆にあの追っかけてくる雑魚敵どう処理しよっかみたいな感じだし。よし、ちょっと移動しよう。転送で、あ、ダンジョンから出るってできるんだ。戻ってたね。素材もそんな手に入ってないからな。とりあえずそうだね、とりあえず戻ろうか。ということで、今回はここまでとなります。そうだね、次回はここ攻略して、まあ、次のボスの近くまで行きたいなというところですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。